Podcast。 ゴゴタス参加型クイズひらめき Q。 今日もやってまいりました。木曜日ということで防災から出題をしていきます。はい、今日はまだ落ち着いてるんですけど、暑さがね、明日からですね、気温30度というね、ね、いよいよ函館も来たかという暑さになりそうですのでね、はい、連日ね、ですので暑さ熱中症に関するクイズ第2弾ということでお届けいたします。それでは第1問。熱中症を予防するために地域ごとに暑さ指数を出して熱中症対策を呼びかけています。この暑さ指数とは人体と外気との熱のやり取りに与える影響の大きい3つの項目から割り出されている指数なんです。その3つというのは1、気温、2、日差しなど周辺の熱環境のほか、あと1つの項目は何でしょうかという質問です。うん、暑さって言っても、まあ、いろいろあるじゃないですか。種類がありますよ ね、直射日光の暑さ、じりじりね、焦げるような焼けつくようなっていう暑さもありますし、あと特に日本はね、じめじめっていう ね、 そうね、昨日の留学生の方も言ってましたけども、はいね、日本のこの暑さっていうのは、うん、このインドとかね、すんごい気温が高いところからの人からしてもとんでもない暑いと、というふうに、ね、耐えられないという話がね、言われますよね、ありますよね。ということがヒントなんですけれどもね、どうでしょうかね。ただ単に気温だけで暑さ指数というのは出てないよということなんです。うん、気温と、あともう一つが日差しとか、あと下からのこう反射する熱とか、そういった自分がいる周りの熱環境で、三つ目はさあ何でしょう。あかねさん、ありがとうございます。ちょっとね、あの難しいかもしれませんけれどもね、日本というとやっぱりこのジメジメ、湿気が答えです。なるほどね、はい、そうです、答えは湿度なんですけれどもね、はい、暑さ指数というのは WBGT というふうにね、省略されて呼ばれるんですけれども、ウェットバルブ、うん、グローブテンパーチャーそうなんだ、言われても何かよくわかんないと思うんです、はい、室球呼吸温度というんだそうです。ますますわかんないよ ね、 そうねだから暑さ指数でいいです、はい、気温と同じ摂氏度で度ってね表されるそうなんですけれども、暑さを人の体が外気の熱をどれくらいやり取りできるかに着目した指標です。ですので温度、周りの熱環境、湿度から出されています。で、日本スポーツ協会では熱中症予防運動指針、それから日本性気象学会では日常生活に関する指針というのを公表していましてね、この指数によっては、例えばスポーツ協会の方では運動はやめた方がいい、控えた方がいいですとか、日常生活の中では非常に熱中症にかかりやすいので外での活動を控えましょうとか、うん、そういう指数がね出されるんですよね。はい、ということでまず1問目は暑さ指数の3つの要素のうち3つ目は何でしょうというので湿度が答えでした。はい、続いては第2問。近年熱中症搬送者数が著しく増加傾向にあるということで、環境省と気象庁が熱中症警戒アラートというのを発表しています。これは暑さ指数が33を超えると予想される場合に発表されています。大丈夫？で、発表は2回行われます。1回目は前日の17時午後5時です。2回目は当日の朝
何時頃発表されるでしょうか。3択です。1朝5時、2朝7時、3朝9時。この3つの中からね選んでみてください。はい、熱中症警戒アラートというのは熱中症対策をしてくださいというね呼びかけにあたるんですけれども、その情報発表は1回目は前日に出ます、夕方5時、2回目は当日に発表されるんですが、それは朝何時頃でしょうかというものです。2問目のヒントでお届けした曲は鈴木雅之で渋谷で5時でした。ということで答えは1、当日の朝5時ということなんです。まあ、2回情報は発表されるんですけれども、熱中症警戒アラートが発表されますと熱中症の危険性が極めて高くなると予測されるので、うん、危険な暑さに注意して熱中症の予防行為をもうとにかくすぐに取ってくださいというものです。でこの熱中症警戒アラートというのは都道府県ごとに大体出るんですけれども、北海道は広いですので、北海道では地方気象台の担当エリアごとに発表されます。ですので函館北斗七重については渡島檜山というね一つくくりの中で発表されるということですので、もしねこの渡島檜山の地域に熱中症警戒アラートが出たら本当に大変なことですので ね、激しい運動などは重視してね、できるだけそのクーラーなど涼しく過ごせるところにいてくださいというものです。ちなみに暑さ指数33を超えると予想される場合に発表されるわけなんですけれども、この暑さ指数33というのはどういうものなのかというと、気温が35度、湿度が 60% くらいの厳しい暑さを言うということなんですね。現在ですけれども、すでに熱中症警戒アラート発表されているところありましてね、もうね日本の半分以上が熱中症警戒アラートが出ているという今日の状況となっております。この熱中症警戒アラートをどうやって知ったらいいのということなんですが、それぞれのテレビやラジオなどでね呼びかけをするほか、熱中症警戒アラートのメール配信サービスというのも無料で環境省が行っているんですね。これは今年の4月24日から10月23日までのサービスということで、すぐメールプラスで配信がされるんだそうです。ですのでぜひ、あ、私も欲しいわそのメールという方はね、すぐメールプラスで検索をしてみてください。そうしましたらね、ヤッチーさんがね、知ってる、最近この時間の30分後にメッセージが毎日のように来るというふうにね、いただきました。なるほどね、はい、今後ね我々にとっても重要な情報になってくると思いますので、はい、こう受信できるようなね、はい、体制を作っていくといいんじゃないかなと思います。特にね外でのお仕事とかねスポーツされる方とか長時間外にいなければいけないという方はメール配信サービスというのあるみたいですのでね、ご活用ください、うん。ごこたつ三方クイズひらめき Q でした。 See you in the next episode.